サー・アレクサンダー・コルダは、ハンガリー映画産業の早々期の立役者で、イギリスの映画監督、映画プロデューサー。ユダヤ系ハンガリー人で、ハンガリー語名は、コルダ・シャンドル・コードンダー。出生時の氏名は、ケルナー・シャンドール・ランスローであった。メゼートゥール市の小学校に通った後、ブダペストのメシテルガイ商業学校に進学した。その学校の標語である、ラテン語の、 ツールスム・コルダ、ガキに入っていて、後に、コルダ製を名乗ることになった。ハンガリーの、ヤース・ナジクン・ソルノク条件の現在は、トゥールケベ市の郊外となっているプスタトゥール・パース島で、生まれた。若い頃には、日刊誌、独立ハンガリーのパリトクハインとなる。その後、複数の映画雑誌に寄稿するようになる。すでに1912年には19歳にして、雑誌、活動写真ニュースに、 多くの記事を執筆し、日刊紙、世界の批評家となり、1918年まで、ペシト映画、映画、映画週刊等の編集を担当する。映画監督、ケルテイスミハーイを見出したことでも知られる、ハンガリー映画産業の先駆者の一人であるヤノビッチ、イエネ映画脚本家、シクローシーバーンの勧めで、トランシルバニアの中心都市、こと、コロジュバール・ニコルダ兄弟を呼び寄せ、 コルダはそこで複数の映画を撮ることで映画制作の方法を学んだ。ヤノビッチは1914年に映画会社プロイヤを設立していた。プロイヤは後にコルビン映画制作所、トランシルバニア映画制作所と名を変え、1920年までに48本の映画を制作した。コルダはブダペストに戻ると独立し、ヤノビッチより、 コルビン映画製作所を買収することになった。1914年に最初の監督作品、騙された記者を取る。1917年にはブタペストにコルビン映画製作所を設立する。1919年にハンガリーを出国するまでにハンガリー国内で25本の映画を監督している。1919年に共産主義者ハンガリー等が ハンガリー評議海峡和国を樹立すると、コルダは映画芸術執行委員を務めた。革命が破れた後、妻で女優のコルダマーリアの起点で、オーストリアに難を逃れた。オーストリアのウィーン、ドイツのベルリンで映画を撮った後、米国のハリウッドに移り、ユナイト映画の監督となる。アメリカ時代の代表作は、トロイ上司。ついで、フランスへ渡り、最後に、 イギリスに定住し、ロンドンフィルムを設立し、一部の作品はユナイトなど、ハリウッドからの趣旨を受け制作した。監督作品に、ヘンリー・パスへの私生活や、描かれた人生のなどの作品があるが、その後は、主として制作者となり、国際的に、イギリス映画を大いに広めたが、第二次世界大戦中はアメリカに渡った。戦後イギリスへ帰国し、破産に瀕した。 ロンドンフィルムを復活させ、キャロル・リード、デビッド・リーンらを用して、ランクフィルムと対抗するイギリス映画界の旗頭となった。ハリウッドのデビッド・オーセルズ・ニックと共に制作を担当した、キャロル・リードの名作、第3の男については、映画化を前提に、ウィーンを舞台にした物語を書いてほしいと、作家のグレアム・グリーンに依頼した。グリーンは、原作小説及び脚本を執筆した。 映画界での功績により、ナイトイを授けられた。女優マール・オベロンとは、この時期に結婚していた。チャールズ・チャップリンに、独裁者の制作を進めたのもコルダである。1956年、ロンドンにて、心臓発作により死去。62歳であった。後に英国アカデミー賞において、アレクサンダー・コルダ賞が制定された。バラエティ・クラブ。 十一ュ,ュクロニクルカラーサプルメント350イヤーズザ十一ュ,ュクロニクルピアニッシモ28から29王の広行チャップリン再入門 NHK 出版ありがとうございます